BTM、AM モーラー飛行する AM、AM-122308 号機、AM モーラーは、アメリカ合衆国のマーティン社が開発し、アメリカ海軍で運用された、艦上攻撃機。相性の、モーラーは、スラングで、拳の意。い。当初は、BTM モーラーの故障で開発されていた。BTM として、第二次世界大戦中に設計されたが、解消してから、 数々の問題によって生産が始まったのは戦後しばらく経ってからだった。151機が製作されたが、より小さくかつ単純構造の AD スカイレーダー、艦上攻撃機の方が優れていることが明らかとなり、本機が海軍で任務に就いた期間は短かった。現役部隊からは1950年に引退し、1953年までには予備部隊からも退いた。 1930年代から1940年代初期にかけて航空母艦から運用される海軍の爆撃機は雷撃機と急降下爆撃機の2種類に分けられていた。2000馬力に達する強力なエンジンの実用化は両機種の統合を可能にし、この区別は1943年に撤廃された。海軍は新たにそれらを統合した多目的爆撃機を要求した。 この新型機は従来と異なり、単座であることとなっていた。爆撃手や無線通信手が、パイロットの他に必要であるとは考えられなくなっており、また新型機は、戦闘機と同じくらい早いため、後部重種も不要とされていた。マーチン社は、このコンセプトに沿って、海軍と XBTM-1 の試作、開発契約を1944年1月7日に、 結んでいる。新しい BTM モーラーにおいて、マーチン社は、プラットホイット 2R-4360 ワスプメジャー28機とを与星型エンジンの採用を決定した。そして、それを装備する機体も、単発タンザの軍用機としてかつてない巨大なものとなった。ワスプメジャーのトルクは、BTM の飛行が困難になるほど強力だったため、 機体を回転させるその力を操作するため、右に二度傾けて取り付けられた。この大きさと重量の機体を人力で操作することは不可能であり、パイロットの操ダを助けるための油圧サーボモーターのシステムが用意された。初飛行は1944年8月26日に行われた。操縦性を中心に実用化に向け開発が続けられ、 1945年1月15日には、量産型の BTM-1 が750機、発注されている。実用化作業は遅れ、量産機が完成したのは、第二次世界大戦の終結後の1946年12月であり、ダグラス A-1 スカイレーダーの配備と重なり、149機の量産に止まった。なお、名称は1946年に、 AM に変更されている。空母キアサージから発艦する場 -174 の AM-1 ビブの着艦フックが、後部胴体に損傷を与える問題があり、これは、さらに一年収益が遅れる理由となった。結局本機の部隊配備は1948年3月に、場 -17A より開始された。この時までに、海軍は、攻撃機の分類を変更しており、 本機は AM、AM-1 と呼ばれるようになった。AM-1 の爆弾搭載量は膨大であり、マーチン社のテストパイロットは一度に2200ポンドの魚雷3本と500ポンドを爆弾12発、それに満載した機重の弾薬を加えた合計12648ポンドのペイロードを搭載して飛行した。これは、単発航空機として、 当時の最高記録である。空母で使用される時の搭載量はこれよりは少なかったが、飛行艦板に着艦するのが難しいという評判が広まり、故障の AM をもじって恐るべきモンスターというあだ名をもらうに至った。しかしパイロットはその搭載量に対しては好印象を持っており、有能なメーベルとも呼んだ。 ライバルの AD-1 スカイレーダーは、より小さく、搭載量も少なかったが、信頼性に富み、また飛行も着艦も容易であって、海軍パイロットに好まれた。1950年には、モーラーは、陸上基地からの運用に限定するという決定が、なされ、さらにその年のうちに、予備役部隊を除いて引退させられた。 予備役部隊はモーラーを1953年まで使用した。モーラーは4機程度が残存している。ペイロード記録を作った機体はフロリダ州ペンサコーラの国立海軍航空博物館に保存されている。記念空軍と称した。に所属していた、別の1機は1980年代まで飛行可能であった。武装試験中の AM-1。ありがとうございます。